速稼塾の久保です。今日もね、あなたにお金が儲かる方法を紹介したいと思います。スマホで5分か10分だけで1500円、まずはあなたに入ります。そしてこの1500円、最大でかける50回、ね、50回も入るわけですよ。総額いくらになりますね、すごいでしょ。これぜひ手にしてくださいよ。それではこちらの方に画面切り替えます。それでですね、今日紹介したいのはみんなの銀行というアプリの横にある第一生命ネオバンクってやつですよね。はい、もう言うまでもないんですけど、みんなの銀行と全く同じやつが出てきました。まあ、今後ね、こういう風なスマホバンクといいますか、ネットバンクオンリーの銀行口座がたくさん出てくるんじゃないかなと思います。当然紹介料もあります。皆さん期待してください。紹介料1500円です。みんなの銀行より大きいですよ。で、次の画面なんですけども、このようにアップストアとかね、 Google Play からダウンロードできますよと。まあなんせ第一生命の銀行ですからね、ご存知でしょう。保険会社第一生命、保険会社といえば金融機関ですから、いつかこういうのが出てくるんじゃないかなとは思っておりました。はい、で私の場合はね、本人承認がスマホで全部完結しましたので、たったね10分ぐらいで全部終わりましたね。で、必要なのは免許証と紹介コードです。紹介コードがなければこれやることができないんですよ。ですので紹介コードはこちらに出しておきましたので、これを使ってください。見てください、友達紹介キャンペーン1500円って書いてあるでしょ。まあ私もね、最大50名まで紹介できるんですよ。で、そのたんびに私の方にも1500円入るんですけども、これはちょっとね許してください。そして今回この第一生命ネオバンクを作るあなたにも1500円が入ります。どうですか。下の方を見てください。この紹介コードを入れないとこれね、1500円もらえないんですよ。私も、あなたも。だから、一緒に1500円もらいましょう。まあ私が1500円受け取るのは、悔しいなと思う気持ちはわかりますけども、あなたにも1500円入るんでね。で、これやらなければ、私たちにお金入りませんから。で、最大50名までなんで、これね、50名になるまで一生懸命紹介していきましょうってことなんですよね。まずは、身の回りの方から、ご家族の方からね、2人3人紹介してもね、ちょっとしたランチ代、ディナーのお代金になるんじゃないですか。はい、これがですね、実際の私が今作ったばかりのネオバンク、第一生命ネオバンクの画面になります。このように、まあ実際使うかどうかはね別にしてですね、作っていただくとこうやって第一生命のこう支店名とね、銀行口座出てきますでしょ。それから ATM の入出金が5回まで無料ですからね。それから振り込みも5回まで無料でしょ。今まで手数料かかっていたわけじゃないですか。いやだからね、これそれだけでもやる価値があると思います。はい、ということで今回は以上です。すごいですね、助かりますね。必ずこれ動画見た後に下の概要欄に紹介コードを貼っておきますので、それでやってください。第一生命ネオバンク、スマホからアプリをダウンロードしてプロフィールを作ってください。で、お手元に免許証があるとスムーズにことが進みます。後の書類は何にもいりません。すごいでしょ。はい、このアプリね、顔承認ですっとログインできますからね、使い方もむちゃくちゃ簡単です。絶対にダウンロードして、そして紹介コードを入れてこのアプリ使ってください。そして1500円まずはゲットしてください。どうぞ。おはようございます。速稼塾の久保です。今日は1月24日9時11分ですね。朝9時を過ぎましたので、第一生命のネオバンクを開けております。そうするとね、本日のコミッションがピシッと入った状態で、今ご覧いただけるように21,000円ね、まだ1週間も経ってないのに1円もお金をかけずに21,000円ゲットすることができました。本当皆さんのおかげです。ありがとうございます。で、引き続きこの第一生命のネオバンク、このアプリをねダウンロードしていただいて、皆様のアプリにこの銀行アプリが入ったら、プロフィール作成をするときに免許証が必要、そしてもう一つはこの紹介コードね、これを入れていただきたいと思います。動画概要欄にも同じような内容が書いてますけどもね。はい。以前、3年前に紹介したみんなの銀行ってアプリがありますけども、このみんなの銀行もダウンロードして紹介コードを入れると1000円とか1500円とか、高い時には2500円もらえるってキャンペーンがありましたね。で、今回はそれと同じような銀行アプリが出たよってことなんでね、これからもね、他銀行からも出ると思います。ですので、この流れしっかりと押さえておいてくださいね。で、複数の銀行アプリを同時に紹介することは効率的なんだけども結構難しかったりとかします。ですんで、一度に紹介するのはね、2個まで、多くても3個までですね。で、そうなってくると、これからどんどん銀行アプリが出てくるときに、まだ上限金額ね、みんなの銀行だと30万でしょ。
で、第一生命のネオバンクだと7万5千円まで、マックスで紹介料いただけるんですよ。で、これが、一件一件済んだ状態でまた新しい銀行アプリが生まれてきたらそれを追っかけるみたいな形がよろしいかと思いますので、どんどん紹介活動をね、していただきたいと思います。ちなみに、ここまでの私のスケジュール感なんですけども、1日目ね、この第一生命のネオバンクを知った時に、すぐにもうダウンロードして動画を撮りました。それこそ、このアプリの存在を知って1時間以内にすでに知らせる活動をしていたわけなんですよ。それがですね、1日目登録と告知という作業に入っております。そして2日目の朝9時なんですけども、1500円自分の登録コミッションが入っていることを確認しました。で、そこからまたね、告知活動を続けていたんですけども、3日目、昨日なんですけども、1万8000の障害コミッションが入っていたのを見ました。で、そのための動画も撮りましたよね。1万8000入ってました、みたいな。だから登録したり紹介をしたりとかして、翌日の朝9時に反映されてるっていう形なのかなと思います。そして今日なんですよ。4日目、2万1000円。つまり昨日から今日の間に2件の方がね、登録してくださったってことになります。いや、こうなってくると、この第一生命のネオバンクのマックスは7万5000まで1人当たりコミッションがいただけるんで、もうね、3分の1ぐらいが私の場合は終わってしまったかなっていうところなんで、なんとかね、今月中には無理でも、2月の末が締め切りですから、それが来るまでに7万5000を達成するんじゃないかなって気はしますね。はい。ということで、引き続き皆様にも、まずは1500円、そしてマックス7万5000まで頑張ってね、増やしていただきたいので、この第一生命のネオバンクのアプリをダウンロードして、免許証で本人承認取った後にこの紹介コードを入れるというところね。作業大体5分で終わりますから。ね。そして、今のところですけども、みんなの銀行と同じように、自己破産した方、金融ブラックの方でも、なんと作れてしまうんですよ。最近ね、銀行の口座作るのってむっちゃ難しいんですよ。それこそ、窓口に行ったら、1週間、2週間、1ヶ月待たせることはザラなんですけども、この銀行アプリは、手元で5分。そう。今から始めて5分ですよ。むちゃくちゃ簡単でしょ？で、送金手数料無料とかね、入ってるわけですよ。他銀行のやり取りでも5回まで無料とかね、むちゃくちゃ使えるんですよ。もう ATM に並ぶことはありません。ぜひね、このアプリ使ってみてください。それでは本日は以上です。必ずダウンロードしてくださいね。うまっ、うっ、おはようございます。速稼塾の久保です。第一生命のネオバンクというアプリね、私がそれをスマホに搭載して今日で5日目なんですけども、経過報告していこうと思います。この第一生命のネオバンクってアプリは、その搭載したその瞬間に1500円入っていて、あとは紹介活動するとね、マックスで7万5000円もらえるというものなんですけども、私5日目でご覧のように2万5500円反映されてますね。始めた瞬間1500円なんですよ。ですんで、この動画をご覧のあなたが、あ、よし、じゃあ1500円とりあえずもらおうかと思ったら、アップストアとか Google Play で、この第一生命のネオバンクっていうね、名前で検索していただくとダウンロードができますんで。その後、プロフィールを入力するのに3分か5分ぐらいです。免許証は必要なんですけども、あとね、この上に書いてある、紹介コードですか？紹介コードどっかにあったでしょ？紹介コードが、あれ、ないですね。多分、紹介コードがね、出てきますからね。これですね。紹介コード出てきましたね。はい。失礼しました。この紹介コードを打ち込むと、もう1500円入ってるわけですよ。で、その1500円入った状態で、今度は、あなたの紹介コードが、取得されてると思いますので、それをもとに SNS とか Twitter とか、こうやって YouTube とかね、紹介すると、やっぱりこう、誰かがアカウントを作ると1500円、お互いに入ってる。要するに、紹介した方も紹介された方も、両方に1500円入ってるって形になりますので、みんなしてね、ちょっとずつお金が儲かるよって話なんですよ。それで最大で7万5000円ですから。これ結構いいでしょ。で、私今2万5500円入ってるんですけども、今日5日目ですからね。最初に、このアプリを知ってダウンロードした時には多分1500円入ってるんだろうなと思いましたけども、反映が翌日の朝8時か9時ぐらいなんですよ。ですんで今ね、朝8時半なんですけども、今日の時点で昨日までの合計が2万5500円ってことなんですよね。で、これね、2月末までなんで、あと1ヶ月ぐらいしかないんですよ。だからすぐに始めて、で、仮にね、これが3万円で終わっても5万円で終わってもすごいじゃないですか。やっぱりそういった形でね、稼ぐことを進めていっていただければなと思って紹介の動画を撮らせていただきました。それではまた明日もね、どのぐらい、これが増えたのか報告することになると思いますんで、もしかしたらあなたのおかげで私のこの2万5500円がね、2万7000になってるかもしれないなってことでございます。お楽しみに。それではアプリダウンロードしてください。動画概要欄にもちょっと書いてますんでね、よろしくお願いします。